こんにちは。昭和の名曲を、ジャスミン11歳の源守歌川、アガオハの恋に予約を受け中。
おお。おお。構えろ、イツキ。やっ。俺が力になる。行くぞ。セッション、どうかやっちゃいます。いい感じ。続いてください。お待たせしました。次は俺が。次、任せて。この隙に。はあ、任せるわ。おりゃ、よっしゃ。重い。セッション、いつでもいいぞ。いけー。痛そうでした。まずはあたしか。次。へあ、よろしく。そうね。切れた。信じてます。行くわ。お願い。次、いただき。殲滅完了。頑張りましたよ。我が力、受け取れ。いや、いいか。イツキ、近いぞ。はっ、せい。戦いは回避できたか。イツキ、近いぞ。貴族的に決めたまえ。ハリウッド的。セッション、いける。あとよろしくね。俺が戦局を変える。抜かりはないわ。愚問だな。行くぞ。いつでもいいぞ。遅い。続いてください。お待たせしました。今俺が。エリー、私も今よ。私だってお願い。援護、行くわ。次、まだまだ。勝負。みんな落ち着いていこう。いけます。クロムみたいに。ここか。そう、頼みます。手伝って行け。任せて。エリーちゃん、もう一撃。そうだ、任せろ。
援護、行くわ。大成功。お疲れ、みんな。私の秘術、キリアだけに。敵が現れたぞ。やっ、ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。はっ、戦いは回避できたか。戦いは回避できたか。俺が力になる。行くぞ。はっ。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。戦いは回避できたか。不意打ちに気をつけろ。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。ミラージュの気配。ひとまずは安全か。敵だ。一気に決めろ。カルネージフォー。俺の剣技見せてやる。
初見だ。注意しろ。かけてみるか。聞くかどうかわからんな。これで敵だ。一気に決めろ。戦いは回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。俺だって成長してるはず。ファンタスティック。わーい。いけます。いいだろう。見切った。ここか。続いてください。やめなさい。任せておけ。ミズエレオノーラ。もう一撃。今よ。もう一つおまけ。次は繋いであげる。いけるわね。任せろ。やり。ここは俺の間合いだ。遅い。ファンタスティック。全力でいきます。よし、真っ二つです。決まりました。始めよう。よろしく。次だ。私だって。今だよ。繋いであげる。お願い。おりゃしくやろ。私も止めよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いきなりか。ドーガさん、私に力を貸してください。突撃準備完了です。お願いします。任せなさい。サーリャ、私に力を貸して。遊んであげる。何者だろうと。さてと。承知したよ。サン、その調子。切る。俺は負ける。この調子で行こう。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。さあ、行こう。
切られるか。まずは了解、切る。さっさと片付けるぞ。俺の剣技見せてやる。そんなことを。サリャ、何者だろうと。みんな、ありがとう。リツキ、近いぞ。みんな、落ち着いていこう。その上で行きましょう。キル。見事なものだな。切り刻んでやる。呪いの力。大きいの。行くわよ。こんなものね。みんな、ありがとう。どうした？ごめん、守り。舞子さんからトピックが。バリーさんが急に守りが錬金をやっていることに反対するようになったと。でもあんなに好きだったのにどうして急に。それは私がちょっとだけ歌の仕事がしたいって言っちゃったから。その一言で火がついたってわけか。それで守りはどうしたいの？それは、その、歌が歌いたい。それは本当ですけど、だからって守りをやりたくないわけじゃないんです。今の私があるのは、守りのおかげでもあるから。はじめは守りも、大人に言われたからやってただけだったんです。でもやっていくうちにファンやスタッフの皆さんに
他ならぬおじちゃんに褒めてもらえて、マモリーもいいかなって思えるようになったんです。じゃあバリーさんの早とちりってこと？そうじゃないんです。おじちゃんは私のことを守ろうとしてくれたんです。私がいつも自分に自信がなくて考えていることを伝えられないから、だからおじちゃんが代わりに。そうだったんだ。私いつもおじちゃんに守ってもらってばっかりです。だから樹さん、私強くなりたい。誰かに守られるんじゃなくて、自分の考えをしっかり伝えられる強さが、自信が欲しいのです。自信か、一体どうすれば。私に策があります。守り、ブルームパレスに来てください。詳しい話はそこで。どういうこと？もしかしたら樹殿にもご助力願うかもしれません。わかった、協力するよ。ではブルームパレスに行ってきます。ここにそのミラージュが現れるのか？ええ、私が尊敬する強力なジェネラル、ロレンス殿です。先日の探索の際、この辺りでその気配を察知したのです。彼ほどのジェネラルなら、守りに何か有効な助言を与えられるかもしれません。覚えているんだ。ええ、おぼろげにではありますが。どうやら強く影響を受けた存在の記憶はなかなか消えないようです。なるほど。しかしロレンス殿は呪いにかけられ、敵の手に落ちています。それを救い出せばいいというわけか。樹さん、頑張ろう、守り。大丈夫、俺たちがついてる。はい。戦いは回避できた。敵だ。不意、敵の気配は消えたようだ。俺を構えろ、イツキ。戦いは回避できたか。イツキ、近いぞ。
俺の邪魔をするな。手伝ってやる。俺が力になる。行くぞ。これは敵の気配は消えたようだ。やはりあなたであったか。ロレンス殿、どうか正気にお戻りください。私の記憶にあるあなたは国を思い民を思いやる名将だったはず。それがどうして国、そして民か。空虚なものよ。かつての私はなぜそのようなものに心を煩わせていたのだろうな。だが今の私には憂鬱がある。枷を解かれた力を存分に振るうこの憂鬱が、お前たちのパフォーマーをいただくぞ。そしてさらなる力で全てを破壊してやろう。この世界の国も民も。やるしかない。守りの力で彼を正気に戻すんだよ。守りならやれる。自信を持って。大丈夫、俺たちがついてる。いつきさん、はい、行きます。全力を尽くしましょう、マスター。カルネージフォーム。源守りです。何もかも空虚なものよ。ロレンス殿、絶対に助けましょう。ちょっとセッションで進めるぞ。これでいい。痛そうでしょ。俺から行く。よろしく。任せておけ。つなげ。任せて。キリアさん、つないであげる。終わらせない。おりゃー、つくやろー。私もいい感じ。覚悟はいい。かけてみるか。聞くかどうかわからんな。かけてみるか。ガラ空きだ。やった。私から行きます。今俺が今だ。もう一つおまけ。お願い。グッ。任せるわ。まだまだ。繋いでくれ。私もこんなもんでしょ。絶対に負けられない。セッションで攻めるぞ。イカズチよ。やった。俺の後に続け。やれ。私だって。待って。任せろ。繋いでくれ。私だって。続いてください。もう一撃。キリア。はあ。弱りにしてあげるわ。
一人で戦う方が効率がいいな。慣れろ。いつでもいいぞ。三。つなぐ。頼んだ。もう一つおまけ。続いてください。はあ、トーマ、次いただき。いけるか。ギャビン、バズッと命中。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。ありがとうございます。一緒に行こう、クラム。おう、行けます。光の刃よ。ここか。続いてください。仕方ない。いつだけ。もう一つおまけ。お願い。グッ。いけるわね。次いただき。スクエラー。もう一撃。こんなもんでしょ。1、2の3でいきます。わかりました。それで弱点を攻めろ。放っちゃってください。始めよう。次絶対決めるね。今だよ。エコ、行くわ。トーマ、ナイスコンビネーション。信じてるぜ。もう一撃、とどめよ。運命か。やった、私にもできました。私は何を。ロレンス殿、よかった、ご無事ですか。そうか、この娘が私の呪いをお前たちにも手間をかけさせたな。あの、ロレンスさん、この子に助言してあげてほしいんです。自分に自信が持てないって悩んでいるんです。名将と呼ばれたあなたなら。少女よ、名は。守り、そなたは力で勝る私を打ち破った。すでにその小さき体に十分な勇気を宿しておる。この老いぼれの助言なぞ不要であろう。だがあえて言うなら、そなたは他人の顔色をうかがいすぎる嫌いがあるようだな。は？素直に己の心のままにやるがよい。それが子供の特権でもある。やったね、守り。私にもできるんですね。何かつかめた気がします。
やりましたね、守り。一木さんたちのおかげです。ありがとうございました。ルナ、どうやら少し力を使いすぎたようだ。私はしばしこの地にとどまり、キコーラを見守るとしよう。さらばだ、小さき、そして強き戦士よ。いつきさん、私、おじちゃんに話してみます。自分の言葉で。ああ、今の守りだったらバリーさんにうまく伝えられると思う。はい。大丈夫だよ、チキ。ヤシロも仲間になったんだ。そっか、仲良しになったんだね。よろしくね、ヤシロお兄ちゃん。本当に覚えて…いや、いい。あの時はすまなかったな。これからよろしく頼む。新しいで、どんなのができ、これでいい。それじゃあ私、もっともっと頑張ります。バリーにきちんと自分の思いを伝えることができたようですね、守り。うん、おじちゃんも喜んでくれたよ。私が自分の言葉でちゃんと伝えられたこと。泣くほど嬉しかったようですね。まあ、あの人の愛はいささか深すぎますから。でも、今度のことはドーガさんやイツキさんが手伝ってくれたおかげだよ。私、自分に自信が持てるようになりました。守りは元から強さをその身に秘めていたのですね。今のあなたならもっと良い守りができるはずです。電子レンジがあれば何でもできるよ。
変わりましたね。今までで一番いい守りです。とても生き生きしてます。私は彼女の可能性を閉ざしてしまうところだったのかもしれません。バリーさん、後のことは任せます。お疲れ様です。あれ、おじちゃんどこ行くの？お、おう、一緒に帰ろうって約束しました。一緒じゃなきゃ嫌です。いいんじゃないですか。うん、よくわからないけど私もいいと思います。やはり守りは本物の天使です。天使が実在するということは神もいるのです。はい、証明終了。あ、外で待ってます。変なおじちゃん。改めてお疲れ様。どうだった？はい、今までで一番よくできたような気がします。そっか、あの時いつきさんが私に力を貸してくれたから、だから自信を持つことができたんです。でも私、今度はいつきさんに頼ってしまったのでしょうか。悪いことじゃないよ。頼って頼られて守って守られるのが仲間なんだから。いつきさん、それにロレンスさんを正気に戻せたのは事実だし、その結果もこうして出てる。自信を持っていいはずだ。はい、私これからも頑張ります。ふつつか者ですが見守っていてください。それじゃそろそろ行こうか。バリーさんも待ってるし。